消費税の増税による景気の減退を鳥取県でどのように防ぐかという問題についてお話をいたします。もちろん消費税増税については低所得者の皆様のための対策、軽減税率を食料品、衣食住の関係で設ける、そういった試みはいたします。加えて、景気に後退をさせないような配慮もしっかりとしていくつもりです。その上で鳥取県において景気後退を防ぐ有効な手段は、一つは国土強靭化の一環としての日本海国土軸の形成、そのために公共事業を拡充するという方向があると思います。今の政府の下で削減されすぎた農林水産関係予算、そして公共事業の予算を必要なものを厳選をして拡充することには大きな景気を支える効果が期待できると思います。合わせて鳥取県においては今エネルギー関係あるいは医療バイオ関係で極めて有望な新しい企業の進出が見られます。エネルギー関係で言えば再生可能エネルギー、太陽光発電の大規模な施設でありますとか、あるいは電気自動車の蓄電池を製造する会社などの進出があります。さらには医療バイオの分野では画期的な病気の検査薬、そういったものも地元から開発をされています。これらの将来大変有望なエネルギー関係、医療バイオ関係の鳥取県の努力を国としても積極的に支援をしていくということが考えられます。そして最後に地方全般にとって大事なものでありますけれども、地方の最大の悩みの一つは学校を卒業した地元の若者が仕事がないために都会に出て行かざるを得ない、この状況です。この嘆きを何とか解消したい、その観点から有望になってくるのは、農林水産業や公共事業の予算を必要なものを厳選して拡充することに加えて、高齢者が多い高齢化の進む地域において医療、看護、介護といった福祉の分野で働く方たちの処遇を改善することが考えられます。現在は給料等が安いために家族を養いながら地元で暮らせないというのが実態です。医療、看護、介護で働く方たちの処遇を改善をし、家族を養いながら地元で暮らせるようにする、そうすれば農林水産業、公共事業に加えて福祉の分野がしっかりと雇用を創出をして地元で若い方たちに働き続けてもらうことができます。